はようございます、ボンジア。いつもねここら辺でビデオ切れること多いから、この切れるところから朝のブラジル散歩を始めたいと思います。夜みたいでしょ。どうもおはようございます、ボンジア。帽子かぶってんだけど暑いよね今日は。いやー、昨日はねできたんですよ。中田敦彦が言うように、ご飯を寝る3時間前に食べて、お風呂を寝る1時間半前に入る、15分、それできて、まさにでちゃんと寝た、そしたらさ10時ぐらい寝て、ほんで4時ぐらいに目覚める、4時半かな。ほんでなんだかんだ水飲んだり、朝起きたら水飲むっていうね、うがいして水を飲む、僕ねすぐサプリ飲んでたんだけど、それはダイゴがちょっと僕の顔見とる、ダイゴが言ってましたけど、これオートバックスね、オートゾーンだけどオートバックスみたいな感じです、イエローハットみたいな店です。あの朝一番に サプリを飲むのは良くないと、水か左右、中田敦彦バージョンでは水、常温の水、左右っていう あるね、温めたお湯のことですね、それだから僕は左右にして、ちょっと水飲んで左右にしてますね、温かい方がねなんかやっぱり内臓が温まる感じがしていいんですわ。でも梅肉エキス飲みました。梅肉エキスって知らない人も多いと思いますけど、梅のエキスです。梅を煮詰めて濃縮したやつで、まあ胃腸にいいという、それ飲みましたですね。それはやっぱ体調いいですよ、気分もいい感じです。やっぱり5時ぐらいだと非常にこう明るいですね、明るいっていうか静かですね。いやそれでもバイクとか車とか走ってますわ。いや早起きの人いますね。でもまあこれ続けれるかもしれない。ファビアもね最近アイユルヴェーダーっていうのにハマってて、その先生が早めに食事しなさいって言ってるんですよ。インドのやつですね、インド古来のアイユルヴェーダーっていうのあるんですよ。オイル使ったりするよね。食べ物はカレー系ですよ、やっぱりカレーに入れる香辛料あるでしょ、そういうのを使ってますよね。暗いね、これブラジル散歩にならんかもしれない、だからね気が合うんですよ、やっぱり同じような年でね、そういうのを気をつけようという感じになってますから、早めにご飯食べて、まあお風呂はね、これね、ブラジル人はシャワーですよ。うわ、怖いわ。やかましいわ。こっちへ帰る。シャワーだから、お風呂がね、なかなか理解されなくってね、僕、ブラジルで何度か衝突してますから、お風呂で。お風呂が水使うから贅沢やっちゅうんですね。でも僕、ネットで調べたことありますもん。お風呂の水の量とシャワーの水の量どっちが経済的なんかっていう、そういうね、シャワーはほら流しっぱなしでしょ、お風呂は湯溜めるからね、それを1回で流したら贅沢かもしれんけど、それを例えば家族が入ってやれば実はそんなに変わらないんですけど、まあ気持ちですよね、感覚としてはお風呂に水いっぱい溜めるやんけっていう感じで、贅沢だって言われてね、いやだからね、それでもうサンパウロ時代もちょっとそれ、いやこっちの現地の人が言うんじゃないの、同僚のね若い人が言うんですよ、贅沢やんって。多分ねお風呂入る人減ってる、日本人でもどうなんでしょう今。ブラジルに来る人はねお風呂あるんだけど別に入る人ほとんどいなかったですね、僕の時代
今の人もそうじゃないでしょうか。でマリリアのお寺にはたまたまお風呂があったんですよね。たまたまですこれ。前のボンさんが使ってたですね。おっと、おしゃれな家です。ほんでその後バウルの伊藤さんがくれたんですね。それ壊れた後に確かそういう感じだったと思います。で修理してね、まあまあお風呂問題ってありますけど、まあ中田敦彦はお風呂に15分入って体の芯から温まるのがいいと。15分って結構長いですよ。そのうち5分は肩まで浸かる、あとの10分はへそまで、まあ溝落ちまで入浴、半身浴ですねがいいっていうんで、それをやってみました。やっぱりいいですわ、効きます。しかもそんなお金かからないということで続けたいと思います。問題は生活のサイクルですよね。それを守れるかどうかっていう生活の問題になっていきます。だからやっぱりなんか意識してやろうとするとそういう時間問題が出てきますよね。タイミング問題、それを守れるか守れんか。だから昔だったら絶対守れないですよね。夜7時8時にまあ飲みに行くわけですから、ほんでも楽しくって楽しくって10時11時12時とそれだったら無理ですよね。だから今も今はできますけど、コロナで年取ってるからね、年も取ってるし、やっぱり20代の頃それやれってできる人少ないんじゃないかなと思いますよ。よっぽど何かないと、目的がないとと思いました。でもまあ僕はもう晩年に差し掛かってますんで、ちょっと体を調整しないと生きにくい年になってきたんで、これが楽しいんですね。そこら辺の問題があると思います。中田敦彦は30代40代でも1日1食だそうですよ。酒も飲まない、で毎日本読んでる、 YouTube アップするっていうあと他のなんかね、音楽とか他の芸能活動もしてるから、スーパーマンですよね。あとメンタリストだよね、あの人も毎日本読んでるね。ほんでそれ発表してるんですよね。まあチームがあるらしいですけど、それにしてもすごいですよね。で海外とか行ってお金もあっていいなと思う人もいるかもしれませんけど、いや信じられないですね。毎日 YouTube アップして、でも自分の D ラボっていうサイトも作って、知識の Netflix とか言って今それに注力してると思いますけど、まあ金だけのモチベーションだったらもうできないですよね。違うモチベーションだと思います。中田敦彦とか、そういう芸能人の人はもう、でも本当僕その2つを合わせて自分にできるやつやってますよ。皆さんも YouTube 活用してみて、他にも有名じゃない僕柔軟体操とかね、そういうのも見てます。別に有名な人じゃなくて、そのインストラクターみたいな人がちょっとしたコツを、ももの膝の裏を伸ばすにはどうしたらいいかとかって、そういうのを取り入れてちょっとやってみて、今やってます、まあやらん時もあります。ああだいぶ夜が明けてきましたね。綺麗ですね。こんな早く散歩するの初めてですよ。これいいかもしれん。これで帰ってちょっと昨日は予習してないんで、前の晩にだから4時にセットしたんですよ。だからこの時間配分っていうのが大事、大事っていうかそれ守らないとできないんですよね、そういう人たちの実践が。だからこれはまあ続くかどうか分かりませんけれども、確かに体にはいいですわ。もう2回目ですよ、たったので、いいなっていうのが分かります。
この食事ね、食事のことと寝る3時間前に食べる最低、そしてお風呂は1時間半前に入る、5分肩まで、10分へそまで。で朝起きたら、これも第5のやつと合わせ技なんですけども、水を飲む、そしてコーヒーをすぐ飲まない。だから僕サプリをすぐ飲んでたのやめました。サプリの中にねカフェイン入ってるから。コーヒー飲む意味はカフェインですから、すぐ飲まない方がいいそうです。で僕水だけにしてますね。まあ梅肉エキス飲んだか、梅のエキス飲みました。これは僕はねお腹があまり強くないからたまに飲んでます。毎日じゃないです、こういうのも。いや今5時ぐらいだから、5時半、いいですね。で午前中に難しい仕事をした方がいいって言ってました。ちょっとこれやりにくいなみたいな、簡単な作業的なローテーション仕事は後回しにした方がいいということを言って、僕逆してました。なんか楽な作業を午前中にしてました。それを全部この配置替えして、午前中にちょっと自分には重い仕事やなというのをやった方がいいと。でこれはメンタリストダイブは言ってました。あ、じゃあやってみようかということで今日やってみます。どうなるでしょう。でね、ご飯、これがね僕できがたいんだけど、1日1食でいいそうですよ。これありがたいね。でも朝飯抜きはやってみたいと思ってます。昨日はほぼ抜きました。でも会議の時にちょっとお菓子が出たんで、それいつもだったら手つけないんだけど、むさぼり食ってしまいました。目の前にね、まあだからね、それこれもコツで言ってましたけど、お菓子とかそういう誘惑されるものを冷蔵庫に入れておかないと、いうのが大事やって、まあそれは昔から小学校の時から先生が言ってました。勉強机に漫画を置かないとかね、それはそうですよね。まあおっ、綺麗ですよ、マリリアの朝、本当に夜明けですよ。ここのね、こういうライトがどんどん置き換えられている、 LED に、そういう状況ですということで、最近はもっぱら健康の話と生活のそのリズムの話になってきてると思いますけど、これも歩くことから始まってます。で最初は僕ポケモンしながら歩いてましたから、このそのうち歩くことが楽しくなってきて、あ、確かに効果あるわ、これ続けた方がいいやっていうことで、だん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 そのこれ勝間和代がね、1日1万歩って言ってますから、あの人も酒やめたそうですよ。酒一切飲んでないそうです。それが難しいんだけど、でも僕ももうほぼ昔に比べたら飲んでないですね。例えばビール1杯とか飲まない日もあります。飲まない日の方が多いです。はあ、だからその歩く、とにかく歩くっていうのが軸になってて、それで、あ、じゃあ他のこともやってみようかっていう気になるわけですよ。どうせ俺やっても続かんし、やっても効くかわからんしっていう感じが、この歩くのを続けているおかげで、それが軸になって、じゃあ朝起きて水だけにしてみようかとか、そういうね、ご飯を早めに食べようかとか、お風呂をちょっと寝る前じゃなくて寝る1時間半前に入った方がいいよって言ったら、それをなんかやろうという気分になるわけですよね。この気分大事ですよね。あ、やってみようっていうことになるかどうか、僕の場合人生全体で
そういう気にならない人生を歩んできました。まあ子供の頃から体弱いんでいろんなサプリ飲んだりね、健康法とかやってんだけど、挫折してきた歴史が長いんで聞いてこなかった。それがあのこの歩くっていうので怪我しないですから、歩くのは。走るはいつも怪我して挫折してました。歩く、無理しないっていう、そういう中で、今ちょっと今年はあのそういう自分なりの生活を確立できたらいいなと思っています。ということでお寺に着きました。いつも歩き始めて撮るやつを後半に撮ってみました。しかも早朝ですわ。ということで皆さん、今日のブラジル散歩お付き合いありがとうございました。チャチャ、また。歩こう歩こう、一緒に歩こう、ブラジル散歩、出会いの散歩。寺の掲示板消えちゃって雨で、また後で書きます。チャチャオ。何が浮かんでるの、歩こう一緒に坂を登ろう、丘を越えたら青い